4個、全書、4個全書は、中国、新朝の乾立帝の勅命により編纂された、中国最大の関石草書である。全般著書は、今日、古、週4部に44類、3503種、3万6000冊、230万ページ、10億字になっている。実際に編纂に参加して、正式に名前が登録された。 文人学者だけで400人を超える。印刷物ではなく、すべて手書きであり、筆者人員は4000人余りである。全体の構成が、随以来の4部分類によって分類整理されているため、4個前書という。4部の書の表紙は、緑色、赤色、青色、灰色に色分けされた。広範な資料を網羅しており、資料の保存に多大な貢献をした反面、 新朝の国家統治にとって、障害となるような書物は禁書扱いされ、収録されなかった図書は3000点に上るという。また、たとえ収録されていても、内容を改ざんしたり削除したりしている例が見られるため、扱いには注意が必要である。また、4個全書の編纂後により優れたテキストが、発見されたり交換された書籍もあり、そういう場合は、 改ざんがなくても四個前書本以外を使うのが望ましい。本書の解題目録として四個前書総目定用に百巻が作られた。中国国内の文献のみならず、日本、朝鮮、ベトナムの関石も収録されている。また、エウクレイデス、キカゲンポミやサバティーノで、ウルシスの著作のような西洋人の作も含まれている。1741年。 収書の消諾が発せられる。1772年1月4日、類書の交換のために全文を収集する目的で、各地奉官に命じた。1773年2月28日、主の上層で、収集書籍の解題を付し、完成後、4個全書と命名することが許可され、4個全書館が設置され、編纂が開始された。1782年、 前書は完成した。前書の小本7部、副本一部が上書されて、小本は分猿格、分猿格、分図格、分祖格、分解格、分創格、分乱格にそれぞれ収められた。また副本は管理員に収蔵された。保管には専門の書庫を設置し、建物は霊破店一角を模範として、 諸庫の前面に防火と消火用の池を改作し、後輩に奥さんを作るよう設計された。現存しているのは分煙、文猿格文図格文祖格の3種類である。このうち文祖閣本は1966年に中祖対立が実際の戦争になる可能性に備えて乱州市に疎開した。1987年以降、 両年省はたびたび文書格本を信用紙に変換するように要求しているが、完縮省は拒否している。四個前書は、県流以前の書物しか収めておらず、また線に漏れた書物も多いため、19世紀末から続編作成の提案がなされたが、長い間実現しなかった。東方文化事業では、四個前書そのものではなく、四個前書総目提用の続編にあたる、 俗おさむ4個全書提要の編纂を行い、32,961本もの提要が書かれたが、太平洋戦争の勃発によって事業は中断された。中華人民共和国で、1994年に俗おさむ4個全書事業が開始され、2002年に上海古籍出版社から出版された。俗おさむ4個全書は、4個全書の1.5倍に当たる。 前後千二百十二種からなる。ありがとうございます。